ただやんゴルフチャンネル。マイクのですです。一人でやってたもんね。大変大変。あ、そっか。おじちゃんのマイク。大丈夫、入る。この人声でかいじゃん。声でかいじゃん。大丈夫。あの、ただやんさん、普通につけといて。あ、いいですか。はい。はい。じゃあ、いきます。恐縮しよう。はい、こんにちは、たなやんゴルフチャンネルです。今日もご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、ゴルフおばちゃんチャンネル。はい、おばちゃんとおじちゃんに来ていただきました。なんですか、これ決まりのなんかあるんですね。はい、なんかいつの間にか。いつの間にか。こう、ありがとうございます。はい、今日はマッチプレー、おばちゃんとさせていただくことになりまして、はい、千葉のミルフィーユゴルフクラブ。はい。はい。足柄でしたっけ、足。どこから足柄が出てくるの？長良。長良。千葉県。長良町。長良町。何市なの？市はないの？市はない。千葉県の長良町なの？あ、長良町。町なんだって。あ、すいません。大丈夫。長良町で。まあ隣ね。はい。まあそのあたり。うちのグダグダゾーンに今巻き込まれた。巻き込まれてますね。長良町なんだ。僕が余計なこと言ったから長良町ね来てます。で、マッチプレーで1ホール、2ホール目、3ホール目まではおばちゃんチャンネルの方で、はいはい、今ですね、はい、1ホール目おばちゃん、2ホール目が僕、3ホール目おばちゃんで、おばちゃんのワンナップということで、はい、はい、残り2ホールで決戦でよろしかったです、ね。はい、5ホールですよね。はい、はい、頑張ります。じゃあここから僕の逆襲をさせていただきます。怖い怖い怖い巻き込まれてじゃあよろしくお願いします。怖い。たなやんゴルフチャンネル。取れます取れます。うるさいな。2グラブ違う。でもグリーンピンが右だったらさ、スプーンで打つんだけど、多分キャリーが大体そこら辺なんだよね。うん、うん、だからキャリーを出したいから、はい、ドライバーで、はい、あのうちのカメラマンのヒロキ狙いでいきます。ヒロキ当てちゃってください。あ、いますね、このグリーンの奥にヒロキさんが。あー、やっぱ右行っちゃった。すっぽ抜けたよ、これ、おばちゃん。しょうがないじゃん。やべ、いい。なんか言った。なんか叫んでる。ダイソー。ダイソサイズ感でもなんか悪そうな気が。これ近いね。だいぶ近いね、これ。近いですか。はい、だいぶ近かったです。あ、へえー、こうやって。はい。これで置いてもう取っちゃうんですよ。あ、へえー。じゃあユーティリティで。じゃあ後半というか。はい、あと2ホールよろしくお願いします。お願いします。うわあ、ナイス。じゃあどうす。ナイスオンでしょ。見えん。ナイスオン。ありがとうございます。フォローだぜ。ちょっと見えなかったな。たなやんさん、自分のチャンネルになったら急に上手くなった。あ、大丈夫ですか。はい、あ、大丈夫です。これでやめましょう。おじちゃんとおばちゃんのちょっとね、ピーチクパーチク、うるさいな。あれ今日朝、いろいろ忘れ物しちゃって、はい、そしたらもう機嫌悪くて、一番ホールのティーショットでもすでにあのすごい険悪な部分。そう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 。あの、金谷さんが来ていただいてるのに、金谷さんの前で夫婦喧嘩が始まってしまって。初対面でいきなりね、もうあの、すみません、夫婦喧嘩が、はい、すみません。いつも YouTube で見させていただいているこのやり取りが、いやいやいや、最高に、あの、すみません。もうそのままのお二人が見えてよかったなと思ってますけど。金谷さんのチャンネルなんで、本当に失礼なことはしないように。皆さん、あの、ぜひお二人のチャンネル、めちゃくちゃあのお二人の掛け合いが、あの、自然で、すみません、本当に。皆さん見てください。もう登録者数、もうすぐ2万人いきますからね。いやいやいや、ただ動画撮ってるだけなのに、なんか。あれ、乗ってない。金谷さんボールが。あ、大きい大きい、ほら。そうですね、当たり良くて、ちょっとこぼれちゃいましたね。ここです。あー、ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。じちゃんがキャディやってくれて、ちょっと今、印象上げとかない。ここで印象上げとかない。おじちゃん、超優しいんですけど。
コースもね教えてくれて。金谷さんのキャディやってます。よく止まった。おじゃこれ読んでもらっていいですか。見えたんだけど、うん、ボール消えてさ。うん、カップ5個右。カップ5個右。カップ5個右。ちょっとじゃあフックラインってことですね。そうですね。OK です。はい、おじちゃんの声取りたい。はい、いいから余計なこと言わなくて。プレイヤーが決めるんだよおじちゃん。喋るとおばちゃんが怒るんで。だってプレイヤーが決める、周りはそれ言えないからね。あの僕が喋るとおばちゃんが怒るんで、すぐムカつくあのおじちゃん。マイクに、ね、向けて喋ってます。ちょっとぬかるんでるんで、本当ウェッジじゃ厳しいんで、ピッチングでカジュアルやってください。ピッチング落とすようなイメージですね。土がちょっとカップ5個分右。どうよ。あ、早いね。ちょっと前でしたね。はい。もっと右でしたね。この足長。と聞いてくれたの金谷さんが初めてです。ええ、難しいな。こっちにおばちゃんのキャディやらせてもらってるから。あ、あれ？カメラマンのひろきくん。お、キャディやってます。おばちゃん見事ナイスオン。いきます。これは。やっぱフックライン強いですかね。やべ、打っちゃった。いや、強いでしょ。でもちょっと梅雨があるからね。ね、これどっちが近いかな。金谷さんの方が若干遠いですね。若干遠いですか。OK です。いや、ロングバット難しいよ。難しいですよね。距離感が本当。ここでもそんなに速くなかった。私グリーン出ちゃうかと思って。どう後ろからやるか。すいません。結構だから若干やっぱスライスラインですよね。あ、今声入ってる。これおじちゃんも入ってるんじゃない。おじちゃんはマイクつけてないんで、ちょっと拾いきれないかも。あ、俺の声入ってないんだ。もう集中できないからもう。うろちょろしないでこっちいてよ。他チャンネルってさ、わかんないじゃん。確かに。お疲れ、ありがとうございます。スパー、いやストローク教えちゃったかな。今本当等速でやったらよかったですね。ナイスですよ。やりました。ナイスです。いい転がりしてました。イエーイ。うわ、向かった。そうそう、もうおじちゃんあげるから。俺のちゃんと俺に言った通りやったから。おじちゃんあげます。今のパッティング何も言われてないですけど。金谷の裏切りが入ってた。ついたり離れたり。さあ、おばちゃんがパーパット。うめ、うん、まありがとうございます。サクッと決めますね。来ました。ナイス。おばちゃんスキップ。おばちゃんスキップ。カメラ危ない。あ、やっぱキャディさん。もう出てた。キャディさん忘れてる。困っちゃう、おじいちゃん。頼む。すいません、ありがとうございます。交換感にかかる。置いてってるから。持ってくれました。次何ホール目です。めちゃめ以上に短い。あ、これあれですね、おばちゃんがユーティリティのテストやってたホールで覚えてる。そう左斜面があって狭い。はい、というわけで最終ホールの5番ですね、301ヤードパー4。ちょっとですね、このホールマイクがですね途切れてしまって NG なので声で説明します。で、おばちゃんがまだワンナップなので最終ホール私が取らないと負けになります。はい、おばちゃんのスイングちょっと見てみましょう。やっぱりプロを目指していただけあって非常に柔らかい、クラブの使い方ですね。30歳ぐらいで、ゴルフを一回離れて、ブランク20年ぐらいあったということなんですけども、やっぱり身についたものはこう再開すると思い出すんでしょうね。距離も200ヤード以上は出てますね。本当に安定してました。もうシャフトのしならせ方とクラブのあのロフトのあの立て方というか、そういうのが非常にうまいんでしょうね。で、私は左サイドのバンカーまで届かないクラブという感じでクリークで打ちました。で、この位置ですね、私。おばちゃんがですね結構ドライバー
飛んでいてですね、このバンカーの右サイド、はい、スタンスがこれバンカーにかかってしまう位置まで行ってしまっていて、やばいやばいっていう感じでちょっとね今話してるんですけども、うん、まあ私にとってはかなりラッキーな展開という、はい、願ってもないところで、ここで残り92ヤードですね、56度でフルショット、ここでピンに絡めてプレッシャー与えていこうぜタナヤンっていう感じでおじいちゃんにね言ってもらってますんで気合入ってます。これはですね完璧でした。うわ筋ってる筋ってるっていう感じの声がもう入ってない、そうもったいない、あらベタピンだーなんて言いながら、ここですこの位置まで来ました。はい、バーディートライになります。でおばちゃんはあのさっきのバンカーの横からアプローチショットですね、やっぱ打てなくて失敗して、でこれがですねもう一回アプローチしてからの4打目になります。パーパット、うん、ちょっとスライスしました。私がその短いバーディートライを万が一外してパーだとしても、おばちゃんはこれを入れなくてはならないパットだったんですが、これで、私が2パットでもOK という形になりますね。で下りがかなり入ってるんで、一応あのバーディーもねハッをやりたいんでトライします。ちょっと微妙なラインではあるんですけど、フックしそうなんですがどうだろうと思いながらちょっと打ってます。はい、やっちゃいましたね。これはおじちゃんおばちゃんと一緒にはやりたかったんですけどね、残念。でここでマイク NG は復活して、サドンデスで次のホールへ行きます。はい、6番ホール、これはちょっとサドンデス方式で行きます。よろしいでしょうか。サドンデスでよろしい、いい声ですね。はいおじちゃんの雑音入れないでおじちゃんの雑音っておじちゃん、ここはどうやって進めたら、ここは、はいあのもう迷わず、はい、やや左バンカーの右側に落とす感じで真ん中でしょ、はい、で要は真ん中要は真ん中ですね、要は真ん中左側バンカーの右に落とす感じですね、うん、あそこの、そうそうそう、じゃあ真ん中ですね、うん、平たく言うと真ん中に、わかりました、はい、ちょっと言う通り打ってね心強いキャディーだな本当に。よし、俺がキャディーついて負けたことない。いつの話してるの聞いたことないあ、ちなみにバンカーまでは何ヤードなんですかね。250です。250、嘘嘘だろ、これで見りゃいいんだ。200でいっちゃいますね。200危ない危ないよいしょよいしょよしよしよし、ど真ん中、ちょっと右、大丈夫、 OK、 いやですか、いいとこです。はい、俺が言った通りやっちゃん、あ、なんかメッセージ、なんかね、ゆりちゃんが捧げてくれてた、ゆりチャンネルが、誰ゆりちゃん、あ、こっちじゃなかった、ごめん、マイクになっちゃった何の話してるさあ、おばちゃん、これちょっとね、リスナーさんからもらったの、おやっちゃん、俺にはないよリストバンド、俺にはないよ、なんでおばちゃんだけなのそれどうしようかな、ちょっとドローボールでいきますか、はい、うわー、いやど真ん中、いやドローもない、ストレート引っ掛けた、ストレート、すっげーいい球、いや、ヨレ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 グタグタヨレヨレよれよれ復讐だ、おじちゃんがすごいですよ、もうクラブ握ってない時は、うん、あの言いたい放題みたいな、クラブ握ると何も言えなくなっちゃうひろちくんもゴルフやるんですよね。あーでも自分全然です、本当にカメラもう90ぐらい、あ、90ぐらいは出すんですか。いや90ぐらい本当嘘です、おじいちゃん自分120とかってまだね、全然まだまだです、カメラのこれからね、はい、お願いしますね、映さないでいいっす映さないでこれ
もうやっぱね会社、はい、会社の上司がやっぱゴルフやるとね、うん、部下もやるよね。あ確かにそうですね。あそっか部下上司ではないけど、じゃあ会社が違う、ね、会社は違うけど、あ、はい、そうか、ひろき君も上司がやるんですね。いるです、いるやっぱり、はい、います。あでも一緒に行かないんでしょ。行かない、誘われないもんねまだね、うん、だから、うん、嫌われてるってふざけんな、そういうんじゃなくて話終わっちゃうからもう全然面白くないよ。面白くないよ。カット今カットで、はい行こう、チェック、口チェック、94じゃあ帰んないでキャディお願いします。了解。ああ、キャディです。はい、キャディありがとうございます。おじキャディ、あっちゃんがど真ん中、ちょっと風がフォローね、うん、ね、上り見て110ありますね。はい、フォロー目のちょっと左からフォロですね、右に抜けていくような110だけど、110ありました、フォローですね。よし、ここは何番で、じゃあアプローチで、アプローチで A で行くか、110ヤード、ちょっと風がフォロー、いやわかんない、どうしよう、ちょっとちょっと、じゃあ P に持ち替えました。 P、 はいはい、うまっ、うわいいよこれ、これはいい、ちょっとナイスオンでーす。いやー P に変えて正解な、ね、ちょっと弱めに軽めに打つ感じだった、そうそうそう、うまっ、うわいいよこれ、これはいい、ハーフグリーンですね。はい。ここはちょっとフォロー目ですけど、はい、さっきのセカンドと同じような感じですよね。打ち上げの190、ね。あれ意外とある距離。え？101？あ、そうじゃあ50ミリだ。失礼。すみません、はい。ありがとうございます。よし。じゃあ52度で。ショ、あーショート、怖いか。あーちょっと足りなかった、ちょっと、うん、うまい、ちょっと足りなかった、ちょっと少し甘噛みしたような感じでした。ありがとうございます。だいたいオンじゃん、だいたいオンって何作戦通りだ、だいたいオンですね、だいたいオンです、そうですね、もうすごいんだよ、もう20アンダー、4日間で20アンダーいっちゃうんだよ、すごいよね。でラインはでもそんなにあれですよね、今いや、おじちゃんね、見ましょうか、うん、ラインちょっと見ていただいて、ライン俺は見ます、ライン見てもらっていいですか、あ、いいですよ、はい、はい、ちょっとラフもね、まあでも、全然手前から入れれば大丈夫なんで、はい、で、笑ってるよ、たぶん分かってないよ、どっちだろうって悩んでるよ、分かんないよ、くまっすぐ、まっすぐ、あのね、まっすぐ、まっすぐですね、結果まっすぐですね。まっすぐ、まっすぐで大丈夫です。はい。はい。俺を信じて。はい。ピンドンで。はい。これでもう勝ちです。オッケー、これ打者コーンしたら、ちょっとだいぶプレッシャー与えられますもんね。そうだよ。そう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 。じゃあ P で。下りが入ってるから、結構切れるわけ。で、出だしからもう左行っちゃうと入んないし。これはね、左に飛び出しやすいですよね。ちょっと左に。右向きにして、か早かった、このラインでカップナータンじゃん、まだ、あそこ狙いたい、ほら上手、あ左跳ねた、あでも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 、いや全然全然、はい、ありがとうございます。さあ
パちゃんのバーディーパットですね。入れちゃおっかな。パット強気の。入れちゃおっかな。これは5メーター、6メーターぐらい。ね、損ですね。なんか早そうなんだよな。早そうに見えるな、確かに。どうしよう。読みましょうか。しゃ。いらない。調子かと。いつもこうですね。行きます。はい。相当切れる。こんなフックラインなんですね。おぼちゃんのこと遠いじゃん。遠くなっちゃった。なんか妙に速く見えますよね。やっぱ速いね。うん、なんだろう、やばっ。うまい、ありがとうございます。ナイスです。サドンデスの匂いがしてますね。してますね。これね、もうさっきのバーディーパッドと一緒なんですよ、この下りの。あ、そうで、さっきフックラインで、はい、ありがとうございます。サドンデス、いいじゃん、後ろ来ちゃったからいい分でいいじゃん。勝負つかないね。じゃあ引き分けで、種屋さんが良ければそう、ね、じゃあ終わりしましょう。終わりしましょう。3ホールがいっぱいだから変身、ねねねね、はい、はい、じゃあ、はい、じゃあ今もう回ってるんで、ありがとうございます。はい、というわけでおばちゃんとマッチプレーやりましたけど、ありがとうございました。いや、グーじゃねえよ。ちょっとお昼食べた後なんで、ちょっと顔が赤ちょっと飲みすぎたから寄ってもらっていいですよ、ちょっと寄ってください。もうちょっと真っ赤だよ。ちょっと入れすぎちゃって、すいません、入れすぎちゃって、はい、お尻かきながら長いことなので、はい、結局オールスクエアで決着つかなかったんで、また、はい、お願いします。やりましょう、よろしくお願いします。やりましょう。今日はもう仕上げということで、楽しかったね、めっちゃ楽しかった。後半は楽しんで、なんかもう撮影なしで、はい、やりたいと思ってるんで、おっしゃ近い。いや、かぶってるわ。じゃあもう一回、終わりも最高で。はい、いいっすね、最後、はい、せーの、さあ行こう。ありがとうございました。ありがとうございました。おばちゃん、じゃあおばちゃんゴルフチャンネルよろしくお願いします。見てね、ありがとうございます。じゃあ写真撮ります。はい、はい、写真撮ります。はい、はい、チーズ。はい、この後も楽しい午後のラウンド、お伝えしていきたいと思いますので、そのままご覧ください。ちょっと満振りするっていうことなんで撮らせてもらいます。ドマンです。ドマンで振りします。メガネかけてないと怖いな、目がすっげー球。ナイスショー。すっげー体幹強いですね。ありがとうございます。かっこいい。ゴルフおばちゃんチャンネルよろしくお願いします。よろしくお願いします。かっこいい。これが俺の弟子の日焼け。あのカメラ無駄なんでいいです。やべー。俺のボールが何個なくなるんだよ。おじちゃんのボール1個なんか5、600円するそれもう今日6個ぐらいなくされてますから俺。マイオン。なんでそんで3000円ぐらいなくしてんじゃないか。もうワンブリ良くないよ。わざとじゃない、わざとじゃないもんね。おばちゃん、あいて、おばちゃんさ、おばちゃん人ごとだからいいけどさ、
はい、出します。俺のホール。はい。やばい、やばい。まあいい。うん、わざとじゃないです。はい、ゴルフ歴まだゼロ。ゼロ。なんだ。カップも届いてね。カップ1まで取ってなかったけど、ここなんですよね。おかしかったわ。どうしたの、入れるってすげえ鼻息荒くしてたけど。いや、うん、ビビっちゃいました。いや、ビビっちゃいました。電池の無駄とか。はい、というわけで、マッチプレー終わりましたけど、結局サドンデスやってオールスクエアで終わったんでしたっけ。はい、おばちゃんどうしましょう。リスナーさんが来ました。あ、おばちゃん、おばちゃんのリスナーさんが映っちゃうとあれですかね。映っちゃいますけど、行ってください、握手してきてください。あら、おじちゃんのリスナーさんですかね。おじちゃんのリスナーさんではない。一応今ね、コラボですよ。すごいですね、一緒に写って。リスナーさんのファンの方ですか。ファンです。あ、流しちゃって大丈夫か。大丈夫です。あ、本当ですか。この間ミルフィーユでなさってて。あ、本当ですか。こう勉強に見てました。ありがとうございます。頑張ってください。すごいですね。ありがとうございます。タナヤンは知らないですよね。あ、タナヤンゴルフチャンネルです。タナヤンでした。はい、頑張ってください。僕はもう全然知りません。いや。ありがとうございます。あ、お茶メガネしてないけどいいのこれ。はい、ひろきくん。はい。はい。お茶メガネ取っちゃった。メガネ取っちゃった。あ、取った方がいい。つけた方がいいですか。つけた方がいい。あ、じゃあちょっともう一回いきますか。今の途中まで。はい、というわけで午後のラウンドは本当に撮影もなしで楽しくラウンドさせていただきました。ゴルフおばちゃんチャンネル、ぜひご覧ください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは失礼します。